おはようございます。すいません、突然買い物に付き合ってほしいなんて言って。新しいスポーツシューズでも買おうかな。疲れないシューズですかね。疲れにくいじゃなくて疲れないのがあるといいんですが、あまり走るの好きじゃないし、走っても体力消耗しないシューズが希望。そうですか。やっぱり専用のサプリを調合して、それでなんとかするべきなんですかね。心配そうな顔してますが、大丈夫です。合法のものばかりですから。うん、いい感じです。軽くて動きやすいし。今日はありがとう。もしかして疲れました？疲れた時にはこれなんかどうですか？数十種類の薬草から作った漢方エキスの詰まった錠剤。元気出るのにな。こっちおいでよ。うん、すっごい人懐っこいんだよ。君もほら、触ってみなよ。大丈夫だよ、ほら。ガブッ。びっくりした？はい、カレーは毎日食べても飽きません。それにカレーのスパイスは体にもいいんですよ。ターメリックにカルダモン、クローブ、アニス、コリアンダー、ここにコエンザイム Q10 を加えれば完璧。詳しい？この程度で詳しいなんて言われたら本当に詳しい人に失礼ですよ。ターメリックにカルダモン、クローブ、でもどんなに成分を研究して調合してもこの学食より美味しいカレーが作れないんです。なるほど、わかりました。学校に休学届を出してインドに修行へ。君ってさ、ナンパとかされたことある？いいから教えてよ。へえ、
しいね。俺の周りにはいないタイプかも。悪いとは言ってないでしょ。だったら今度俺がどこかに誘ってあげようか。あなたはコンビニでお弁当を買ったことがありますか？はい、ふと気になりまして、その防腐剤などの添加物が。え、そんな、それはあなたに悪いですよ。今のは気にしないでください。もしもし。なんだか元気が出てきました。ではおやすみなさい。おう、見てわかんないのか？走ってたんだよ。元気になるために走ってんだよ。いや、適当だ。じゃあ俺行くから。見てわかんないのか？走ってたんだよ。ちょっと体を動かしたくなっただけだ。そういう発想が出るってことは、お前体重気にしてんのか？お前も一緒に走るか？そっか、じゃあな。